ファブレは、キューバのヘビー級のボクサー。アマチュアボクシングで活躍し、キューバ代表として、バルセロナ・アトランタ・シドニーオリンピックに出場し、3大会連続で金メダルを獲得した。身長198センチメートル。ニックネームは、エル・リーダー・マキシマ。1980年にデビュー。1988年ソウルオリンピックはキューバがボイコットしたため出場できなかったが、 1992年のバルセロナオリンピック、1996年のアトランタオリンピック、2000年のシドニーオリンピックでいずれも圧勝で金メダルを獲得した。シドニーオリンピック開会式ではキューバ選手団の騎士を務めた。ボクシングの同一階級での3連覇は、1972年のミュンヘンからモントリオール、モスクワとヘビー級で3連覇した。 キューバのテオフィロ・ステベンソン以来史上二人目となった。また、複数階級を含めると、ハンガリーのラズロ・パップが1948年のロンドンでミドル級を、ヘルシンキとメルボルンでライトミドル級を制しており、3大会連続金メダルはサボンで3人目ということになる。また、世界アマチュアボクシング選手権においても1992年から1997年までに、 6連覇を達成している。アンドリュー・ゴロタ、レイ・マーサー、アクセル・シュルツ、デビット・トゥア、シャノン・ブリックス、ダバリル・ウィリアムソン、カーク・ジョンソン、レーモン・ブリュースター、ルアン・クラス・ニキ、スルタン・イブラギモフなど後に、プロで名を上げることになる選手の多くが、アマチュア時代に、サボンの前に、敗北の苦敗を喫していた。サボンはこのことから、亡命して、プロのリングに上がれば、すぐに、 世界王者になれるという意見が絶えなかった。しかしサボンはプロボクシングというのは結局金とビジネスだけで成り立っており汚い。それに比べオリンピックスタイルのボクシングは綺麗で競技者にとって非常に重要なものがあるとコメントするなどプロ転候を堅くなに否定し続け生涯アマチュアにこだわった。シドニーオリンピックで金メダルを獲得した後、 現役引退を表明した。通算成績は387勝21敗で、また一説には通算582戦で負けたのは19戦だけで、あるという。2004年アテネ五輪で、キューバ代表のトレーナーを務めた。右オーソドックススタイル。右手は耳まで隠れるほどアップライトの位置まで上げ、左手はやや前方へ突き出した、独特の構えを取る。 調子を活かして、ロングレンジからのジャブで試合をコントロールする堅実なアウトボクシングを得意とする一方、優れたハンドスピードと強打でインファイトもこなすボクサーパンチャーである。前世紀の右ストレートはヘッドギアと厚いグローブを用いるアマチュアボクシングにおいても一撃でダウンを奪う必殺の破壊力を誇った。ありがとうございます。